およそ30分で充電を行える。eDrone にはモーターが2個搭載され、最大出力 360HP、 最大トルク 57.2kgm を発生する。最高速はリミッターにより 200kmh に抑えられる。5名の乗員とその荷物を積載することが可能。長距離ドライブに対応する後続と幅広い充電方法を用意する実用性の高い EV となる。eDrone の駆動方式は電動 4WD のクワトロ。バッテリーはリチウムイオンで、蓄電容量は 95kWh と大容量。この効果もあり、1回の充電での航続は欧州仕様の場合最大で 400km 以上、 WLTP ドライビングモードの性能を備える。アウディは9月18日、ブランド初の市販 EV、アウディ e-tron を米国カリフォルニア州ロサンゼルスで初公開した。アウディ e-tron は、アウディのラグジュアリーモデルと同等のスペースと快適性を備えた電動 SUV。また、e-tron は、市販車としては初めて最大 150kW で急速充電を行うことが可能。また eDrone にはブーストモードを採用。S モードでアクセルをフルに踏み込んだ際、最大8秒間モーターのパワーを引き上げることが可能なもの。この時最大出力は 408HP、 最大トルクは 67.7kgm に向上する。この効果で0から 100kmh 加速は 5.7 秒の性能を実現する。アウディ e-tron の新開発のブレーキ制御システムは、2個のモーターと連動してブレーキの際のエネルギーを高効率に回収するシステム。アウディ e-tron は多くの走行シーンにおいてアクセルペダルのオン・オフで加減速をコントロールすることができる。ドライバーはステアリングホイールのパドルを使用して3段階で減速レベルを選択できる。最も弱い減速レベルでは、ドライバーがアクセルペダルを離せば惰性で走行。最も強い減速レベルでは、速度を大きくスローダウンできる。通常のブレーキは、ドライバーがブレーキペダルを用いて、0.3g を超える急減速が必要な時のみ作動。新開発の電気油圧式ブレーキ制御システムが、非常に迅速に作動する。アウディによると、電気油圧式ブレーキ制御システムは、
量産 EV としては世界初という。e-tronは走行状況に応じて、電気圧式ブレーキ制御システムが、モーターによるブレーキ、通常のブレーキ、またはその2つの組み合わせを使用して減速するかどうか、個々なくするごとに電気的に決定する。ブレーキペダルは油圧システムから独立。モーターによるブレーキから通常のブレーキへの移行は滑らかに行われる。e-tronには最新のアウディのデジタルコックピット、アウディバーチャルコックピットを採用。初設定のバーチャルエクステリアミラー用のモニターを両サイドのドア部分に設置。ドライバー正面に1つ、センターコンソールに2つ、左右のドアに2つの合計5つのモニターが配置される空間になる。アウディ e-tronの最新の先進運転支援システムの1つが、加減速の予測システム。このシステムは、レーダーセンサー、カメラ画像、ナビゲーションデータなどのCar2X情報を使用して、交通状況やルートを分析するもの。Car2X は、他車から得られた情報をもとに、リアルタイムの交通情報などを車両に配信するシステム。標準装備される後立アシストを含め、数多くのアシスタントシステムを採用。アウディバーチャルコックピットに表示される走行に関する予測的なヒントと自動回生機能が経済的な走行を支援し、交通環境とルートの状況を検出する。後立アシストをアダプティブクルーズアシストと組み合わせることによって、車両を予測的に加減速させることもできる。とし。